やっていきたいと思います。お、なるほどね。まあしないよりは。まあね、こちらの担当編集部、桂と申します。失礼ですが、どちら様でしょうか。ああ。ああ、なるほどね。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。まあね。もしもし？わざわざ電話なんて何の用事なの？ああ。そりゃそうだよな。まな板。どこどこ。私も聞きたいことをたくさんあるし。それじゃあすぐに行くわね。このゲームの曲ほんといいな。井上さんの曲は素晴らしいですよね。どれも、うん、この辺りに何軒カフェがあると思ってるのよ。かなり探しちゃったじゃない、ね、せめてお店の名前とか教えてくれてもいいでしょ。でかい。卑怯だよなこのポーズの。俺いつも思ったけど卑怯だわ。目立ちたくないってすごく目立ってるわよ。何よその格好、余計に怪しげじゃない。もう新聞見たわよ。本当にソウスケがやったの？思わない。うん。だって本当にソウスケが犯人なら私のところに相談なんて来られないでしょ。わざわざ危険を冒してまで来るってことは何らかの厄介事に巻き込まれた。違う？さすがです。ゆずはちゃんが心配してたわよ。だよな、あんなに出来やしてたかんな。そうね。霊光ですね。
に宗介が有名人ってわけじゃないんだし。ところで相談って何？私にできることならしてあげられるけど。ええ、わかったわ。でもどこまで調べられるかわからないわよ。出版社といっても文芸雑誌ばかりだし。ああ、部署があれか。わかったわ。でもそれならたくまに聞いた方がいいんじゃない？警官だし、私よりもいろいろ知ってるはずよ。うん、言いづらいんだろうな。思えないわね。捕まっちゃいそう。いい加減仲直りしたら？ほんと強情なんだから。いつからこんなんなんだろうな。仲直りしたらって言われるんだったら、最初からこんなんじゃないんだろう。ある程度調べたら連絡するわ。文化アパートでいいのよね。うん。ええ。それじゃあまた今度。いいわよ別に。報酬にしては安いと思うけど。いい子や。いい子ばっかり。毎晩行くな本当に。好きだね。選択肢か。たくまか。ゆずはちゃん。やっぱそうなのか。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。バカ、お兄ちゃんなんて。安心させてあげないとな。うん。あ、うわ、やめてよ。ああ、少し良くなったか。思わないよ。思わないけど。でも。うん。お兄ちゃん、今どこで寝たりしてるの？ずっと家に帰ってこないし、ちゃんとご飯食べてる？本当に？ちょっと痩せちゃったんじゃない？
気まずいやつや。怒った？さっきの嘘だからね。お兄ちゃんのこと嫌いだって嘘だからね。私がお兄ちゃんのこと嫌いになるわけないんだから。だから私のこと嫌わないでね。めっちゃ好きなんだな。これ闇落ちしたらヤバそうなやつ。血の。うん、そうだよね。分かってるよ。なんか含みがあるというか、あれだな、釘刺されたというか、なんか壁を。工藤さん、コーヒー飲まれますか？私、いらない。ケール？ゆずはちゃん？そろそろ帰らなきゃ。お兄ちゃんは、うちには戻らないんだよね。その方がいいよ。うちの近く、なんだか警官の人たちがいっぱいいるから。きっと、お兄ちゃんのこと探してるんだと思う。だからね、送ってもらわなくても大丈夫だよ。私ちゃんと一人で帰れるから。無理すんなよ。うん、越えられない壁。どうぞ。ゆずはちゃん泣いてましたよ。送って欲しかったんじゃないですか？まあなあ。まだ何かご注文はありますか？そうですか。っていうか店長いつもいねえな。はい、お気をつけて。ん？なんだこれ。あー、みかげさんパートってこと？さ、優しい。いらっしゃい。あら、いるじゃないですか。こんばんは、マスター全然いねえな。そういえば人を待たせるのは感心しないな。お、仕方ないじゃない、仕事が溜まっていたんだから。それに早く来たのはタクマでしょ。俺は定時上がりだったからな。事件が続いているのに。うん、連続殺人。事件については観光令が敷かれている。え、それっておかしいんじゃない？普通の殺人事件じゃないの？他言無用だぞ、リナ。うん、これがあれか。マスターも聞かないでくれるとありがたい。うん、
それでは少々席を外すか。俺が定時上がりなのはな、事件の捜査をさせてもらえないからだ。なるほど。どうして？捜査課でしょ？なぜか今回の事件に関しては陸軍から憲兵隊が出張ってきていてな、俺たちには捜査権はおるが情報も満足に与えられていない。怪しすぎる。せいぜいお前と同じ新聞発表程度のことしか知らされていないよ。さすがにだな。被害者については何か知らない？神楽坂遊郭の芸妓で笹松という娘だ。本名が沢原祥子。九州の農村生まれだがこちらに売られてきたらしい。芸妓さんならこの辺りでは珍しくもないわね。死因は十数箇所を鋭利な刃物で刺された失血死。これは新聞にも載っていないはずの情報だ。明らかに違うね。自殺。したらしい。女性。本来なら警察に届け出るべきところなんだが、近くにいた憲兵に告げたようで、それ以降憲兵隊が捜査することになってしまったようだ。うん。縄張り争いみたいね。そうかもな。それでも事件発生当初は捜査課に協力の要請が来ていたんだが、数日後には突然中止命令が出た。気なくさいな。記事にはするなよ。憲兵隊が関わってる時点で出版できないのは分かりきってるわよ。それにうちは文芸誌だから犯罪記事はほとんど載せられないわ。それならいいんだが。それに宗介の無実が証明されないと原稿も書けないわよ。工藤無実ね。信じているのか。当たり前でしょ。悪いが今のやつを信じられる証拠は何もない。警察の取り調べを受ければ少しは変わるかもしれないけどな。それはできないんでしょ。うん。憲兵隊相手ではろくな取り調べをしないだろうな。だべな。だから宗介は逃げてるのよ。かもな。家族まで置き去りにしやがって。ゆずはちゃん、うちに引き取った方がいいかしらね。うん。心配ないだろう。いくら憲兵でも居場所を聞き出すだけのことで手荒なことはしない。そうかしら。うん、怖いよな。怖すぎる。俺ができる限りそばにいるようにするから心配しなくてもいい。そうね。宗介のためにもしっかりとよろしく頼むわね。まったく二人とも子供みたいなんだから。あいつと一緒にしないでくれ。きっと宗介も同じこと言うと思うわよ。原因が気になる。本当に さてとどうしようかな。まあ切りがいいんで一旦切りますか。たくまも信じてくれっといいんですけどね。なんだかんだで毎日来る。
うん。お、リホさんじゃないですか。もう閉店だよ。明日また来て。あ、って、宗介じゃない。いいですね。焼酎。まさか。私がこれくらいで酔うわけないじゃない。うん。もう帰ったわよ。しかも2階でお休み中。お友達から伝言があったわよ。明日アパートに行くからって。ん？新聞記者の子よ。いいことするの？だとしたら私に伝言を頼むなんて真似はしないわよね。むむ？宗介も飲む？焼酎いいっすね。相変わらず焼酎は飲めないのね。なるほどね。悪いけど氷はないわよ。災難だったわね。私は新聞とか読まないからよくわからないんだけど、一体何があったの？参ったね。そりゃ確かに災難ね。意味ありげな。私も縛られるのが嫌いで国を飛び出した口だからね。あんたの苦労は分かるつもりだよ。ほう。ま、そうしてやってきたこの国にも自由はあまりなかったけどさ。うん。上海、ああ、だからこういう字なんだな。なるほど。何を考えてるの？私のこと。他の女のことを考えるような雰囲気？ああ、結構積極的なんだな。酔ってないわよ。せっかく慰めてあげようと思ったの。一択でしょう。う、抱けない。このゲームよ、マジで。体験版ですからね。そうね、悲しい。